坂本雄之介君。委員長。立憲民主党の坂本雄之介でございます。質問をさせていただきます。2月27日に公表された人口動態統計速報によりますと、出生数は過去最少の75万8631人、8年連続の減少となりました。2015年は確定値で100万5721人でしたので、この8年間で約25万人減少してしまったとのことになります。婚姻件数につきましても48万9281組で過去最少となりました。また先般、製薬会社のロート製薬が公表した妊活白書2023によりますと、若年未婚男女に行った将来子供が欲しいかどうかという質問に対し、子供が欲しくないとの回答が 55.2% にもなったとのことで話題になりました。我が国の少子化は危機的状況であり、少子化対策は最優先に取り組まなければならないということは共通の認識であると思います。そして我が国の危機的な少子化の背景には、日本経済の長期にわたる低迷、物価の上昇、上がらない賃金、子育てや子どもの将来に対する不安、結婚や出産に対する価値観や考え方の変化など、さまざまな課題が山積しております。このような状況に対し、岸田総理は異次元の少子化対策ということで今回の法案を出されたと認識をいたしております。また岸田総理は2030年代に入るまでのこれから6、7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスとも発言をされています。しかし、異次元やラストチャンスにしては、中身は従来の少子化対策の延長線程度のものであり、財源については、国民には聞こえの良い方法で国民を欺き、徴収しようとしているありさまです。加藤大臣に伺います。今回の法改正は、異次元の少子化対策やラストチャンスの対策としてふさわしく、少子化傾向を反転できると自信を持って、言えるものになっているのでしょうか。そして若者や子育て世代の皆さんに対し、子育てに対する不安や将来不安を取り除いて、安心して出産子育てができますと言えるものになっているのでしょうか。答弁をお願いいたします。加藤国務大臣。お答え申し上げます。本法案は前例のない規模である 3.6 兆円の加速化プランの中核をなす対策が盛り込まれてございます。具体的には児童手当の抜本的拡充や妊娠出産時の10万円給付の制度化などにより子育て世帯の経済的負担を軽減するほか、また伴走型相談支援や子ども誰でも通園制度の創設等によりまして、切れ目のない支援を実現をするとともに、さらに両親が育休取得する場合の手取り10割を実現する給付等の経済支援により、共働き、共育てを推進いたします。こうした拡充策によって、政府が総力を挙げて取り組む賃上げ等と相まって、若い世代の所得を増やし、結婚、子育てを確実に応援することで、希望する方が安心して子どもを産み育てることができる、そういう社会の実現につなげてまいります。委員長。坂本君。はい。安倍政権以来、政府は異次元というつく対策を行ってきたことは大臣もご承知のことと思います。異次元の金融緩和と異次元の地方創生であります。共通していることはどちらも失敗に終わったというのが私の認識であります。地方創生について申し上げれば、地方創生の取り組みが始まってから間もなく10年になりますが、東京一極集中は止まらず、少子化にも歯止めはかかりませんでした。政府は一部の自治体においてその取り組みの効果があったと言っているものの、ほとんどの自治体では効果がなかったというより、むしろ深刻さが増しているのを感じています。大臣のご地元山形県につきましても、昨年10月1日時点の人口は102万6228人と、その前の年からおよそ1万4743人減少したとのことであります。通告はしておりませんけれども、大臣にお伺いいたします。ご地元の山形県は10年間の異次元の地方創生の取り組みによって、
創生という言葉にふさわしい変化はあったのでしょうか。また大臣ご自身がご地元を回られて、実績としてご地元の創生が進んでいるとお感じになっていらっしゃるでしょうか。加藤国務大臣。お答え申し上げます。私の地元の山形県の地方創生が進んでいるかということかと思いますけれども、もちろん今まだ道半ばではございますが、多くの若い方々や、また工夫を凝らして事業を新しく起こしている方々などもたくさんおられまして、地方創生の観点から進んでいる部分は多々ございます。特に私の地元鶴岡市には、スパイバーという企業を中心としたサイエンスパークといいまして、慶応の先端生命研究所 を中心に新しい事業を起こし、世界に向けて、シェアを取っていくというチャレンジに向けて、気概を持って挑戦している方々がおられます。その方々を応援する地方創その方々はまさに今全国の地方創生のモデルとして注目もされておられまして、そういった方々をしっかり支援する施策をこれまで10年間の中で取り組んできたという実績はあるというふうに自負をしております。これからもしっかり地方創生が山形県でも進むように、一政治家としても頑張ってまいりたいとこのように思っております。坂本君。はい、道半ばということでございますので、地方分権をしっかりと進めていただいて、私も地方がしっかりと創生される日本を作っていく、そのためにもこれからもしっかりと正してまいりたいと存じております。先月19日、日本銀行は円安、物価高騰を招くなど、日本経済にさまざまな弊害をもたらしてきた異次元の金融緩和の転換を決定いたしました。私はこれが異次元の政策の結果だと思います。大臣に伺いますが、少子化は危機的な状況であり、少子化対策は我が国にとって最も重要な課題です。異次元の金融政策や異次元の地方創生の轍を踏まないようにという思いでおりますが、大臣、大丈夫ということでよろしいでしょうか。加藤国務大臣。今般が今がラストチャンスという危機感のもと、この加速化プランをしっかり前に進めるべく、皆さんのご理解、この法案の成立に皆さんのご理解をいただくべく、しっかり説明を尽くし、そして実現に向けて取り組んでまいります。委員長。坂本君。はい、しっかりと覚悟を持って進んでいきたい、いただきたいというふうに願っております。では法案の中身について質問させていただきます。まず児童手当について伺います。今回の法案の中で児童手当については抜本的拡充とされています。そして拡充の内容としては、具体的には所得制限撤廃や高校までの延長、第3子以降3万円が挙げられています。しかし3歳未満の1万5000円と3歳から中学生までの1万円については据え置きです。物価が高騰し、子育てにかかる経済的負担も増加し、さらには実質賃金も低迷し続けているにもかかわらず、児童手当は据え置きです。加藤大臣に伺います。ラストチャンスや異次元と言っていますが、据え置きでよろしいのでしょうか。加藤国務大臣。お答えを申し上げます。今般の児童手当の抜本的拡充におきましては、子ども3人以上の世帯数の割合が特に減少していることや、子ども3人以上の世帯はより経済的支援の必要性が高いと考えられていること等を踏まえ、ライフステージを通じた切れ目のない子育てにかかる経済的支援の強化策の一環として、子ども3人以上の世帯を重点的に支援するとしたこととしたものであります。また子ども未来戦略におきましては、この児童手当の抜本的拡充をはじめとして 3.6 兆円に及ぶ前例のない規模で子ども子育て支援等支援を抜本的に拡充することとしており、児童手当に限らずさまざまな施策を総合的に推進していくことが重要であると考えております。委員長。坂本君。はい、今回の法改正ではライフステージを通じた経済的支援の強化を掲げています。それも大切ではありますが、子育てをしている方からの話を聞く中で、私が必要と考えるのはライフステージに応じた経済的支援であると考えています。現在の
児童手当は0、1、2歳児が1万5000円となっており、3歳以上より手厚くなっています。もちろん子どもが小さいうちは親が若く、給料も安いというケースも多くあると思いますし、0、1、2歳だからこそかかる経済的負担もあると思います。しかしながら、子育てにかかる負担は、子どもが小学生、中学生、高校生と年齢、そしてステージが上がるにつれて増えていくものだと思います。これ大臣に伺いますけれども、例えば食費はどうでしょうか。年齢が上がってもあまり変化しないと思いますか。それとも年齢が上がるにつれて増えるとお考えになるでしょうか。加藤国務大臣。食費ですね、子どもを、子どもによって、ケースバイケースではあると思いますが、ごく健康な子どもさんであれば、成長につれて、召し上がるものも増えていくので、食費が増えていくということもあろうかと思います。坂本君、お答えいただきましたけれども、私も子どもを育てていて、やはり子どもが大きくなればそれだけ食費はかかってきた。特に男の子で中学生や高校生ともなれば、運動部活動をする子どもの食べる量はすごい量になるということを経験もさせていただきました。食費以外にも塾や習い事もあります。特に高校受験や大学受験を考えれば、中学や高校での塾の負担も多くなると思います。部活動にもお金はかかります。修学旅行費の積み立て、これも小学生より中学生、中学生より高校生と行くエリアが拡大し、それに伴って家庭からの負担も大きくなります。高校生になれば電車通学も増えます。電車の定期代も家計の負担となってきます。子どもたちの活動範囲も年齢が上がるにつれて広がっていきますし、広がれば現実的にお金もかかります。そして何よりもその先には大学や短大、専門学校等への進学もあり、大学等への受験費用、入学金、授業料、引っ越し費用など数百万円に及ぶ負担が待っており、そこへ向けて生活費を切り詰めながら積み立てをしている保護者の方も多いと思います。ここまでいろいろ申し上げましたが、当然ながら子育てにはこれ以外にもさまざまな経済的負担が発生をいたします。大臣にお伺いいたしますが、子育てにはライフステージを通じた経済的支援は良いと考えますが、それは最低限のベースであって、少子化対策、子育て支援、施策として必要なのはライフステージに応じた経済的支援であると考えますが、この点につきまして、大臣の見解をお伺いいたします。加藤国務大臣。お答え申し上げます。今般加速化プランで拡充を盛り込んでおります児童手当では、すべての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として、広く一般家庭を対象として児童の養育に伴う家計の経済的負担の軽減を図る観点から、養育する児童数に応じて支給するものであり、教育費など家計支出の多寡に応じた制度とはしてございません。例えば教育費について見ますと、文部科学省において高等学校等における教育にかかる支援など、経済的負担の軽減等の施策が推進されているように、児童手当に限らずさまざまな施策を総合的に推進していくことが重要であると考えてございます。いずれにしましても、今般の子ども未来戦略におきましては、すべての子ども子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援するという基本理念を掲げており、児童手当に限らずさまざまな施策を総合的に推進をしていくことで、全体としてこの理念を実現をしてまいりたいと考えております。委員長。坂本君。はい、そうであるならば、このラストチャンス異次元という中で、ライフステージに応じたさらなる支援のために、やはり子育てに対する支援の次元を上げていかなければなりません。大臣、児童手当につきましては今回の法案のままで良いのでしょうか。お伺いいたします。加藤国務大臣。
現時点で、必要とされる改革を今般、次元の異なる少子化対策として盛り込ませていただいたところで、まずはこの実行をできるべく、皆様にこの法案の意味や意義をご理解をいただき、成立をさせた上で実施をしていって、また将来的には子ども政策の予算倍増ということを謳ってございますので、実施、これをこの様子を見ながら前に進んでいきたいと、このように考えております。坂本君、はい、検討見直しを図りながらぜひ前向きに実現をしていただきたいと願っています。次に児童手当の抜本的拡充の第3子以降の3万円につきまして、足し加算のカウント方法は22歳年度末までの子で親等に経済的負担がある場合にはカウントするとされています。大臣に伺いますが、子どもの人数が同じであれば子育てにかかる経済的負担の総額はほとんど変わらないと思います。同じ子どもの人数でも子どもが生まれたタイミングによって受けられる支援に差が生じるような仕組みは改めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。加藤国務大臣。お答え申し上げます。同時に児童を3人以上養育する家庭は、この養育にかかる経済的負担が重いと考えられることから、現行の足し加算は同時に3人以上の児童を養育するものの経済的負担の軽減を趣旨として、看護・生計要件をも満たす児童が3人以上いる場合に支給額を増額する制度としてございます。今般の拡充にあたり、足し加算のこのカウント方法について従前通りの方法を維持した場合、男子高校第3子高校生として月3万円が支給されるケース、すなわち今般の児童手当の拡充の効果が発揮されるケースがかなり限定されることとなるため、これを見直すことといたしました。見直しにあたりましては、児童手当の目的や趣旨も踏まえ、子が何歳でも良いとするのではなく、高等教育機関への進学状況等も踏まえ、22歳の年度末までの上の子について親等の経済的負担がある場合をカウント対象としたものでございます。坂本君。はい、ご答弁をいただきましたが、私は第3子以降について表向き支援をしようと見せかけて、カウントの仕方を試行錯誤してどうにか支援の要件から外そうとしているようにしか見えないんですね。このことについて、子育てをしている保護者の方から、子どもが3人いるけど分かりにくくて自分の子どもがどこまで支援が受けられるかよく分からない、せこい、異次元でなくていいからせこくない子育てを支援してほしいといったご意見がありました。これは私の意見でなく、実際に子育てをされている方から伺ったご意見でございます。子育てをしている保護者の方からこのようなご意見について、加藤大臣はどのようにお考えになりますか。加藤国務大臣。お答え申し上げます。先ほどの答弁と重なるところがありますが、今般の見直しは足し加算の趣旨を踏まえ、できるだけ広い要件として22歳の年度末までの子を児童に類するものと捉え、当該子について親等の経済的負担がある場合をカウント対象といたしました。児童手当の足し加算は同時に3人以上の子を養育する時期がやはり最も経済的に負担が大きいことを考慮して、これを支援するものでございます。坂本君。はい、すべて子育てをされるお父さんお母さん、分かりやすい私は政策の実現であってほしいと考えております。次に子ども子育て支援金制度について質問いたします。私からは地元の方々からのご意見に基づいて質問させていただきます。支援金の見込み額、いわゆる国民の皆さんにご負担いただく金額については先月29日に示されました。しかしながら、総理や加藤大臣からは、国民の皆さんにかかる負担について、歳出改革と賃上げで社会保障負担率の抑制の効果を生じさせ、その範囲内で制度を構築していくことにより、全体として実質的に
負担は生じないという答弁を繰り返していますが、地元の方からは、実際に自分の負担が増えるのか、増えないのか、わからないといったご意見をいただいています。私は国の政策や制度について、国民の皆さんに対し、国民の誰もが容易に理解できるように、丁寧に分かりやすく説明することが政治家の重要な役割であると思っています。特に今回は、子ども子育て支援金として、国民の皆さんに新たなご負担を求めるものであります。大臣はなおさらきちんと説明し、ご理解とご納得をいただかなければならないと思います。そこで今回の子ども子育て支援金の負担の件ですが、私は総理や大臣が説明する中で、実質的に負担は生じないという中の実質的という言葉が、この支援金制度の負担について、国民の皆さんに対し、分かりにくくしている原因であると考えています。大臣に伺いますが、支援金制度の負担について、国民の多くの皆さんが知りたいのは、自分の負担が増えるのか、増えないのか、そして増えるのであれば、いくら増えるのかということであると思います。子ども子育て支援金の国民負担について、実質的という言葉を使わずに、国民の誰でもが理解できるよう、平に分かりやすくご説明をお願いいたします。加藤国務大臣。お答えを申し上げます。支援金の導入により、国民の皆様に新しく拠出をいただくことは事実でございますが、これはそれまでの間に歳出改革等を積み上げ、全体としてそれ以上の社会保険負担軽減を図ってまいります。具体的には令和5、6年度予算編成では、歳出改革により医療・介護の保険料で合計3300億円の軽減効果が生じました。これを令和10年度まで継続をいたしますと、保険料負担で約 1.0 兆円の軽減、これは加入者1人当たりの平均で申し上げれば、月約450円の軽減効果が生じることになります。これにより、支援金の導入によって、差し引きで負担が生じないこととなります。こうしたことから、支援金制度の導入により、全体として実質的な負担が生じないと、このように申し上げております。坂本君。はい。国民の皆さんへの説明では、今の説明では十分ご納得はいただけないのではないかと私は考えますが、加藤大臣は例えば、ご地元で給料が上がらない、上がる見込みがないという方から支援金について、保険料負担が増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになりますか。加藤国務大臣。支援金の導入により増えるのかというふうに聞かれた場合に、私、先ほども申し上げましたが、国民の皆様には、新しく拠出をいただくことは事実でございますが、これはそれまでの間に、歳出改革等を積み上げて、全体としてそれ以上の社会保険負担軽減を図ってまいりますと、このように申し上げます。加入者1人当たり月約500円の軽減効果を生じさせて、その範囲内で支援金の導入によって差し引きでは負担が生じないんだということをご説明をしていきたいと、このように申し上げております。坂本君。はい。負担は生じると思いますけれども、例えばご地元で、そうであれば、年金生活の高齢者から支援金について保険料が増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになられますか。加藤国務大臣。お答え申し上げます。先ほど答えたのと同じように説明をさせていただきます。坂本君。はい。それでは、例えば、ご地元の中小企業の社長さんから、今回の支援金制度については、社会保険の事業主負担は増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになられますか。加藤国務大臣。
事業主の皆様方にも同じように、拠出をいただくことにはなりますが、歳出改革によって、それ負担軽減を図ることによって、同じ、その差し引きで負担が生じないようにして全体としてしてまいりますと、このように申し上げます。議長坂本君。はい、その説明では私はご地元の方たちが分かりました、十分に理解いたしましたということにはならないかと思います。この支援金で私が特に問題と思っているのは、給料が上がらない方、そして年金以外の収入のない高齢者の方にとっては支援金がそのまま新たな負担になってしまうということであります。すなわち経済的に厳しい状況にある方に大きな負担が、より大きな負担が生じてしまう制度であるということだと考えています。仮に政府曰く月に500円ほどの負担増加があっても、物価が高騰していく中で給料が上がらない方、年金生活の高齢者には負担に感じる方も多くいると思います。大臣に伺いますが、私は国民の皆さんには支援金制度のありのままを伝えるべきであると思います。その上でご負担をいただくものについては素直にお願いをする必要があると思いますが、いかがでしょうか。加藤国務大臣。お答えを申し上げます。支援金の導入により国民の皆様に新しく拠出をいただくことは事実ですが、繰り返しになりますが、これはそれまでの間に歳出改革等を積み上げて、全体としてそれ以上の負担軽減を図ることによって実質的な負担が生じない、差し引きで生じないということでしておございます。また支援金は医療保険料と合わせて徴収するものでございまして、その付加方法は医療保険制度に準じた取り扱いとなります。そのためいずれの医療保険制度加入者におかれましても所得に応じた拠出となりまして、国民健康保険および高齢期高齢者医療保険医療制度等では低所得者への一定の負担軽減措置等を講ずることなどを通じまして負担能力に応じた仕組みとさせていただいてございます。危機的な状況にある少子化傾向を反転させることは我が国の経済社会システムや地域社会を維持することにつながるほか、世界に冠たる国民皆保険制度の持続可能性を高めることにより誰もが社会の一員として受益するものであり、これを国民の皆様に拠出をお願いしたいとこのように考えてございます。議長坂本君。はい、今回の支援金制度で新たに国民負担が発生するわけです。それを負担が発生しないかのごとく国民を騙すような説明を総理や加藤大臣は繰り返しているわけでありますが、私が危惧しているのは実際に支援金の徴収が始まったときに負担はないと言っていたのに負担はあるじゃないかと感じる国民が多く出てくるのではないかと考えます。その不満の矛先が政府に向かうならまだしも、子育て世代に向かって高齢者と子育て世代の間で、または子育て世代の中でも子育てをしている方々とそうでいない方々の間で新たな分断を招くことになりはしないかということであります。そうならないためにも今の支援金創設の時に国民の皆さんにご負担いただくものは丁寧に説明しご理解ご納得をいただいておくべきと考えますが、大臣いかがですか。加藤国務大臣。お答えを申し上げます。支援金制度の収入は、児童手当の抜本的拡充など、子育て世帯への給付に充てられますが、こうした給付を受けない方にとっても少子化傾向を反転させるということは経済社会システムや地域社会の維持ですとか国民皆保険制度の持続可能性を高めることなどによって誰もが社会の一員として受益するものでございます。このため高齢者や子どものおられない方も含めて拠出をお願いしてまいりたいと考えております。このように全世代そして全経済主体のみんなで子どもや子育て世帯を応援するための拠出である支援金制度の意義について国民の皆様にご理解をいただけるよう引き続き説明を尽くしてまいります。坂本君。はい、それでは次に多様な子育ての推進
と支援について質問いたします。加藤大臣は大臣就任の記者会見で子育てに取り組む方々は10人十色とおっしゃっておられましたが、まさにその通りであると私も考えています。大臣に伺います。私は以前から多様な子育てを認め推進するためにも、会社で働きながらでも家庭で子育てに専念する形でも、自営業やフリーランスであっても子育てをする母親にはいずれの状況であっても基本的な公的支援は公平に行われるべきと考え訴えてまいりました。この点に関してはどのようにお考えになられるでしょうか。加藤国務大臣。お答え申し上げます。子ども未来戦略におきましては、子ども子育て政策の強化の基本理念として、さまざまな子ども子育て支援に関しては親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなくライフステージに沿って切れ目なく支援を行い、多様なニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこととしてございます。子どもたちがいかなる環境、家庭状況にあっても分け隔てなく大切にされ、育まれ笑顔で暮らせる社会の実現を図ってまいります。坂本君。はい。本法律案にあります共働き共育ての推進と育児取得を促進するための育児支援制度の拡大については賛同するところであります。しかしながら今回の出生後休業支援給付につきましては、雇用保険に入っている方が支援を受けられるもので、雇用保険に入っていない家庭で子育てをする母親、もちろん父親もいらっしゃいますけれども、自営業フリーランスの母親は支援の対象にはなりません。また今国会、本法律案とは別に雇用保険法改正法案が審議されていますが、その中で育児休業給付にかかる国庫負担の割合を80分の1から本則の8分の1に引き上げるという内容が入っています。金額では80分の1の令和5年度では約95億円に対し、法改正後の8分の1になる令和6年度では約1069億円となっており、令和5年度より約974億円の増加になるとのことであります。約1000億円もの国庫負担が育児休業給付に充てられますが、こちらも雇用保険に入っていない家庭で子育てをする母親、自営業フリーランスの母親は支援の対象にはなりません。育児休業給付につきましては、働きながら育休を取って家庭で育児をしている母親、専業主婦となって育児をしている母親、自営業やフリーランスで育児をしている母親など、それぞれが家庭の中で育児をしているのは変わりないにもかかわらず、雇用保険に入っているか入っていないかで支援に大きな差が生じてしまうのが実態であります。現状、政府の子育て支援は働きながら子育てをする母親への支援に比重が置かれています。子育てに関しては、働きながら子育てをする母親、家庭で子育てに専念する母親、自営業やフリーランスの母親など、それぞれに考えや主張はあると思いますが、だからこそ公的支援の偏りは極力小さくして公平に行っていくべきであり、育児休業給付につきましても雇用保険に入っていない母親に一定の基準を設けて支給するべきではないかと考えています。昨年当委員会で同様の趣旨の質問をいたしましたが、その際政府参考人からは、雇用保険制度は労使が保険料を負担し、その制度の条件を満たす者に対して給付するもの、雇用保険制度から給付を行うことは困難という趣旨の答弁がありましたが、雇用保険制度の中の育児休業給付の財源がすべて労使折半であるならば、ともかくそれ以外の国庫負担もあるということです。さらに現在審議されている雇用保険法改正案が成立すれば、国庫負担を80分の1から8分の1の本則に戻す、金額ではおよそ1000億円にもなります。さらに今回の子ども子育て支援法改正案が成立すれば、子ども子育て支援金から出生後休業支援給付の上乗せが行われることになります。保険料以外の収入もあり、労使折半だからという根拠自体に無理が生じているのではないでしょうか。従いまして、本法案にある共働き、共育ての推進と育休取得を促進するための育休支援制度の拡大については維持しつつ、雇用保険の育児休業給付に充てられる国庫負担のおよそ1000億円と、出生後
休業支援給付に当たられる支援金相当額については、子どもが生まれて育児をするすべての母親に公平に支援が行き渡るようにすべきと私は考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省大臣、お答えをいただきたいと思います。加藤国務大臣、申し合わせの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。はい、ご指摘の育児休業給付につきましては、雇用保険の被保険者のみが受けられる支援となってございます。一方で、家族化プランにおきましては、自営業、フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第1号被保険者について、育児期間にかかる保険料免除措置を創設するなど、雇用保険の被保険者でない方への支援も盛り込んでございます。育児休業給付制度の詳細については、厚生労働省の方から答弁をさせます。厚生労働省、石垣審議官。お答え申し上げます。育児休業給付は、労働者の育児休業中の収入減少を補い、その雇用と生活の安定を図るという観点から、雇用保険制度において実施をしております。育児休業の取得に伴う賃金収入の喪失に対し、生活支援を行わない場合、さらに深刻な保険事故である失業に結びつく恐れがありますことから、育児休業給付については、失業を保険事故とする休職者給付に準じまして、国庫負担を行うこととしているところでございます。このようなことから、雇用保険制度の対象とならない方に対して、雇用保険制度から給付を行うことは困難となっております。以上でございます。坂本君。はい、最後になりますけれども、冒頭でも申し上げましたが、我が国の出生数はこの8年間で約25万人減りました。このペースで減少していった場合、8年後にはおよそ50万人になるということです。政府にはしっかりと危機感を持って少子化対策、子育て政策に取り組んでいただくことを強くお願いを申し上げ、質問を終わりにいたします。ありがとうございました。